はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。日本最速狙ったんですけどね、ダメでした。カルマ回やってきます。このクエストなんですけども、あの歴王と同じパターンですね。よっ、ワープ、あ、ミスった、ごめんなさい、言ってみミスった。なんて言うんだろう、これは強制ワープ、強制ワープギミックが出ます。結構ね、お祈りショットでも成功するんですけども、お祈りショット成功させる場合と角度だけ決めてお祈りしてあげると、まあまあある程度成功します。さっきね、ステージ6まで行ったんですけど、ステージ6マジえげつない。何あれ、攻略法がわからない。やっていきましょう。これ乗ってんのかな。一応ね、枠は、編成はね、完璧にゴリ押しです。超重力バリアの貫通タイプ、ん、超重力貫通タイプマインスイーパー、全員がね、移動に特化してるんで、まあ、加速を一体入れてもいいのかなとも思うんですけど、激しパネル変化がないんで、反射キャラいらないんでね、貫通、でも下手にそんな入れるよりも、このメンツが最適に近いんじゃないかなとは思ってます。まあ、まだ2回目なんで、他のキャラなんとも言えないんですけど、一応ブロックの対応する必要はないんですけど、まあ、で、音域少ししかいないんですよね。ブロック対応して重力マイン、また飛行なんですけど、音域さんしかいないんで、非常にめんどくさい。多分アンチブロック持ってるキャラがいればワンチャン世界変わると思うんですけど、どうだ、まあ、一体ダムスとか連れてきても面白いのかもな。重力展開しないとこもあるんですよ。あ、で、一応すいません。攻略の話なんですけど、とりあえず、プニョを処理すると、基本的に弱点効果がアップ。弱点効果がアップするんで、あとはもう、ぶった切るだけですね。だから、プニョ処理をいかに素早く行うか、だと思います。一応魔導士は回復かけてくるんですけど、蘇生はないんで、まあ、この状態になっちゃったらもうあとは魔導士を処理するだけと。おっと、あぶね。で、今んとこ使ってみてるのがこの4体なんですけど、まあ、さっきも同じ編成だったんで、最適性っていう最適性はね、多分徳川じゃないかな。徳川さんのね、マインスイーパーイエルがね、めちゃくちゃ火を吹くんですよ。信じらんないぐらい削ります。で、ワンチャンアレキサン、ん?アキレスみたいな、刀身キラー言える ?L だっけ?言えるだっけ?刀身キラーの子もね、連れてきてみようかなと思ったんですけど、地雷展開数が多いのと、まあ、反射制限めちゃくちゃいっぱいいるんで、やめました。ここもさっきと同じ。まずワークウッドですね。まずっていうか、ワークウッドさえ処理しちゃえば終わりです。結構初期位置によるよね。今みたいに場所が良ければ全然一手でいけます。2体なんで横間で終わりです、ここは。ただ、逆に真ん中に3体とかキャラがいちゃうと、4体か。真ん中にみんないるとね、かなり厳しいです。乗ってるね、これ。乗ってるね、忘れてた。いやー、削れない、削れない。魔導士もね、弱点効果上がるんですけど、上がっても別にワンパンできるわけじゃないんですよ。そこそこ硬いです。一体確殺でいっか。徳川だったら地雷もじゃワンパンなのかな、これ。そんな気がしないでもない。下手に考えて打たなくてもいいのかな。いけ、友情コンボ。オッケー。さあ突破した。で、次が、あれかな?ニルバーナか。ニルバーナが終わった次にメメモリ来たんですけど、マジメメモリのとこがね、よくわからない。攻略法がよくわからないです。OK、一定処理はでかい。歴王とか運極の人はもう慣れてるからいいかもしれないですね。私、歴王まだラック50ちょっとなんで、あんまりやれてない。この間のね、歴王は2倍の時にやったんですけど、それ以来やってないからな。いいよ、地雷をしっかり取ってもらって、この攻撃力。友情もね、結構ダメージしっかり入るんで、まあまあ友情ご了承も悪くないのかなって感じはします。
賛否を上げときたい。誰かしらがね、一番上に配置したいんだけど、このギミックがあると、まあ配置がめんどくさい。いや。あ、次 3P か。やっちゃったな。1,2,3、あー、ダメか。いや。下手に考えてやめます。なんとなく上に気持ちいってくれれば嬉しい。ほんとこのギミックやだな。いやー、下に行っちゃったか。まあいいや。はい、ここですね。ここで私はさっき負けました。これ全部同時処理です。4P が1めちゃくちゃいいんで、4P かけますけど。この子は邪魔しないでほしいんだよね。ちょっとだけ下げるか。あー、いらんことしたかも。いらんことした。あ、いいや。乗ってればかなりいいのか。ちなみにここ、メメントモリ自体が回復をかけてこないんで、メメモリご利用しでもさっきいける感じはしました。ただ巻いたらね、少しだけでも雑魚を減らしていかないと、火ダメが結構すごいんで、そこは気をつけた方がいいかと思います。ホーミングすごいってくんだよね。あべ、ずらしたー。あ、で、うまくいったー。マジか。いや、角度見とけばよかったな。さっきここで負けたんすよ。本当はね、今 4P がこの角度で、一発目か、こっちからか。こっちから入って一巡するってイメージだったんですけど、まあでも結果オーライだからいいか。うん、雑にやったわけじゃないんですよ。結構真ん中のブロックうざいな。弱点効果上がっちゃえばあれだね、友情コンボよりもやっぱ直殴りの方がいいっすね。18段短いな。2ゲージ。まあ、まずプニョか。いや、ミスったが、いけ、いった。危ねえ。これでもここはいい感じかな。ブロックが可変するっぽいんで、やっぱあれか、魔導処理か先に。魔導書処理してあげてからだね。左側で回復なんで、2ターンに1回回復ですかね。地雷も怖いんで回収しながら、行こう。これでもここは抜けたいでしょ。で、ワールド。ワールドがね、遅延持ってるんで、遅延って結構蘇生ループに対するチートなんですよね。すべてを亡き者にできるんで、それがでかいんじゃないかな。多分ラスゲでかなり役に立つはず。ひだめ痛いな。地雷を回収。それで勝ったつもりかい？さあラスゲやっていきましょう。雑魚処理次第だよね本当に。いやーなんかごちゃごちゃ。左側の2体とかどうやったんすかあれ。マジか。思った言ったより難しい感じじゃないかこれは。角度きついかな。入った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 。オッケー、一発。いやーよかったよかった。これはもう勝ち確でしょう。多分こっからね恐怖はないと思います。あ、そっか。ごめんなさい。一反射足らなかった。まあいいや。別にね、こういう方があれですけど、彼のストライクショットにそんなに今期待はしてなかったんで。さっきね、プニョのさ、ステージ6？ さっき私が負けたところ。そこで、打ったらね、多分2ゲージ目まで行ってれば、2段階目か。2段階目まで行ってれば多分倒せましたね。最悪うまく使ってあげれば倒せます。
まあ、一発でな、追従貫通弾出てくれば最高だけど。ワールドの地雷取ります。でも久しぶりなんだこの骨のあるクエストって言い方あれだけど、難しい感じでしたね、超絶なのに。うわー、つえー、あれ遅延効果あったっけ。まあいいや。はい、ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。最後にね、裕福遊女見ていこうと思います。私の狙いもちろん追従貫通弾、追撃貫通弾だっけ、名前忘れちゃったな。一応ね、手法持ってるんで 25% の確率で2体頼む。お、やったね。5分の2、神よ頼む。かぶりなし。追従貫通なんてたらもうやんないかもな、これめんどくさいわ。こんだけ適正キャラ揃えといて言うのもあれですけど、めんどくさい。なんだろうね、多分楽な攻略法もあるのかな、もしかしたら。アデブダのチップ層とか共有城でご了承っていうのもありのかもしれない。わかんないけどね、まだ。はい、じゃあ最後見ていきましょう。何が出たかなと。あ、これ一応検査かけたんですよ。アンチブロックいねーって。ブロックだっけ？アンチブロック持ってる。アンチブロックで反射か。メテオ、あー、クソ。あー、防御アップクソ。あー、回ります。じゃ、バイバイ。あ、最後にね、はい。短っ。